だからなんか俺のプロターのイメージってさ、目が出るまでに結構苦労してきた人っていうイメージなの。狭くなったけど、物理的に、うん、心は広くなったんだよ。ああ、確かに。じゃあね、プロターの先生が収益落ちすぎて、家引っ越したってこと。いや、違う。いや、なんなら落ちていって上がってるわ。上がってる、うん、ってことでね、なんかちょっと原点に帰った気分になる。まあ、そんな原点で気もしないけどな。俺はあの浅草を思い出すんだ、まあ、確かに浅草っぽい、ね、浅草っぽい。ってことでじゃあね、健太郎さんに最近の、初心はすべからずってことで、ちょっとね、語りましょうか。何語ることねえよ。ちょっと語りましょうか。はい、じゃあ今日リラックスした場所で語ろうか。はい、健太郎さんどうですか、初めて出会った時、チャンネル13万人ぐらいでしたね。プラチナジムでね。そう、プラチナジムでさや、はい、さんの紹介でね、はい、動画撮るっつって、で初めて来たのが、コアラさんとね、プロタンだったのに、13万人ぐらいだったの。13万人ぐらい、うん、ニコ生で助走してさ、そっからそのノリで YouTube 来たけど、なんか伸びねえっつってさ。いや、そうそう、伸びなかったの時は、全く、ね、なんかオワコン化してるとかすげえ言ってたもんね、うんうん、そっから筋トレのコンテンツを掘り下げることになり、うん、一番伸びたのはあれか、大会出たって。やっぱ大会出て、うわ、これだなと思ったね、ちょっと。だよね、あれで一気になんか80万か90万ぐらいいったの。いや、最初のやつはボディービルは50万ぐらい、たぶんあれ50万人いったの。40数万人。いや、だってあれ何年前よ。3年前ぐらい。まだそんなもんだ。2年前ちょっと。マジで、うん、まだそんなもん。いや、そうだよ。あの時、うん、なんかめちゃくちゃ前に感じる。マジで長い。びっくりした、今自分で言ってて。で今はさ、もう気づいて185万人。やばいよね。いや、でもね、そんな若い子みたいにズバッと上がってないから。そう、だからさ、俺ね、ずっとさ、割とその頃から見てたじゃん、うん、でも YouTube ってまだできてさ、6年とか7年ぐらいでしょ。うん、いや、8年ぐらい経ってるの。8年ぐらい、うん、で何年目から参入したの。うん、2年後だから、まあ6年前ぐらいだよね。だからさ、でも6年前から始めた人たちにしたらさ、途中なんか伸びるの結構地味にさ、くすぶってた時期あったじゃん、うん、だからなんか俺のプロターのイメージってさ、目が出るまでに結構苦労してきた人ってイメージなんだよ。はいはいはい、はい、ね、うん、だからあのなんか期間俺は知ってるからさ、はい、その3年後とか4年後が今みたいなのは、うん、特にあの前回の家とかさ、はい、がなんかすごいいい意味で俺は新鮮だったんだよ。うん、なんだかんだね、普段ふざけてるんですけど、まあ結構ね、悩んだりいろいろしてたじゃん。あ、まあいろいろね、うん、伸びねえとかさ、撮り方どうとかさ、うん、どうじゃなくてね、はい、やっぱ YouTuber ですから、そこは、うん、そういうの俺は結構何年も見てきたから、はい、やっぱあのね、伸びてすげえな、やっとなんか火が当たった感じ、うん、俺は結構嬉しかった。おやつま、何のとこ最後かい。お前海外行くのかよ、これから。もう10年ぐらい会わないみたいな。もうこれから会わねえなみたいな。どういう流れになった今聞いてて。あの死ぬ前のさ、回顧録見たくなってんだ。海外でこれから暮らすのかよ、この流れ。いや、なんかね、この家に俺こう入ってきた時に、はい、あの浅草のさ、そう感じたんだ。そうで、懐かしい話をしたくなっちゃったんだ。そうそうそう、あ、そういうことね。プロダーがさ、浅草住んでた時さ、俺もなんか電車でさ、結構遠かったの、奥の方。いや、あるよ、あそこね。で、しょうもねえさ、なんだっけ、しょうもねえとか言うの。ミニストップでドクターストップとかわけわかんない動画だったんです。あー、懐かしい、あれ。そうそうそう、はい、ああいうのもなんか一緒に撮ってた時期で、もう俺はチャーハンとか作ってたやつ。そうそうそう、で、俺のしょうもねえような料理でうめうめ言ってさ、食ってた、あの時期が、お、なんかちょっと思い出させてくれる。このやっぱ広さって、やっぱ広さって大事だよ、人間。うん、大事。うん、この前より2分の1ぐらい狭くなったけど、物理的に、うん、心は広くなったんだよ。あ、確かに、なんか余裕が出るよね、これ。そうそうそう。しかもさ、なんかこの家になってからの方がさ、うん、チャンネルとかも見てもらえば分かるとなんかすげえ伸びてるし、うん、まあ、まあ、たまたまの部分もあるかもしれないけど、うん、でもやる気は出たような気がする。なんかやる気出てるよね。うん、あの前の家の時なんかニートみたいな感じだったよ。確かに、うん、やっぱね、高層階だから、うん、てっぺんから見下ろしてるような全てを。で、なんかもう落ち着いちゃってね、うん、やっぱここってさ、低層高だからさ、飛び立ってビルを見るじゃん、うん、うわ、這い上がってやろうみたいな気持ちにちょっとなるの、また貪欲さがね。そう、貪欲さが。あっちって高層階だから見下ろしちゃってて、うん、天国みたいな気持ちだから、うん、ふわふわしてたね、確かに。じゃあ今やっと一回ふわふわしてからまた地に足ついてるか、うん、そう、やっと地に足ついて、うん、
一回いいとこ全て見て、うん、やっぱここだなと俺の位置は、うん、ってこれだから今やる気上がってんだと思う多分、うんうん、だからさプロタン の, あのすごいところでもあり結構俺とかと違うのはさ質素倹約をしながらそこに対して貪欲さでバーッと上がっていくタイプじゃん、うん、そうどっちかっていうと、うん、で上の方行っちゃうと逆にわーってなってさ、うん、ちょっとねいいやみたいなふわふわってなさっき言ってた通りになっちゃうタイプ。ああそうだね、うん、俺結構逆なの。逆だよね。あなたはだっていい車買っていいとこ住んで俺やーって感じ。そうでああやって事務所作ってさ、うん、事務所作るのに1000万とかかけて作って、うん、そうそうそう筋トレに似てるよ俺の感覚は、うんうん、ベンチプレスとかもさ、はい、あの100キロで上がるからってずっとやっててもやっぱつかねえじゃん、うん、だから180とかに上げてさ潰れたりとか上げたりとかなるほどね、はいはい、そういう負荷みたいな感覚なんだよ、うん、俺で言うなんかその車とか家とかって、うん、自分に負荷をかけるからこそ高く跳ねるじゃねえけど確かにまあそれは一例ある。そうってのが結構俺なんだけど、うん、ケンケンはそこら辺なんか逆だよ。逆俺は逆になんか心に余裕できた方が、うん、もっと余裕作りたいって思っちゃう。で俺やっぱ家賃下がって、うん、うわ毎月これぐらい浮くんだってなるじゃん、うん、もっとこの余裕作りたいと思って頑張れるって、うん、その余裕で違うわ違うか、うんうん、そういうことじゃなくて、うん、そういうことじゃないサウナ行こうとしたのかいサウナ行こうとやっぱね毎日サウナ行きたいって思う、うん、お前らもうさサウナ中毒すぎだろ週何回行ってんだよだいやね合法麻薬なのよあれ筋トレ並みに行ってるでしょ、うん、だって集合で行ってるから俺であのアキト君の動画にさ、うん、これでさ今日も飛んでますかってあのシリーズが俺結構ねハマってんだよでさ、うん、顔ガチで飛んでんだよガチで飛んでんで1個前の飛んでたやつあれめっちゃおもろいいや俺も自分であの飛んでる顔見てマジクソ笑えるんだよちょっとサウナ付き合いに行こう。いや、サウナいいからマジで。ちょっと行こう、裸の付き合いに、うん、俺もね、思うんだけど、これ以上なんか自分のさ、生活水準だったり固定費ってさ、うん、なんか上げたところで、あんま変わんないなって正直思ってきたの、うん、確かに未来を見据えられちゃうからね。そうそうそう。やっぱケンケンもさ、一回そのね、高層階にたどり着いて、そこから今こういう風に質素倹約の方にちょっとだけこうまた傾いてるじゃん、はい、うん、だからやっぱね、俺最強だと思うのが、うん一言で言うとお坊さん、うん、お坊さんってさねめちゃくちゃ贅沢できたとしても、うん、ああいう風にさお粥食べたりとか、うん、ね座禅組んだりとかの質素倹約のギリギリに自分を制御しながらああいう風に生活するわけじゃん、うん、でも別にねあのお坊さんってさあの税金かかんないからめちゃくちゃお寺の人たちとお金持ちなわけよ。ああそうなんだ。そう昔の名有名な寺とかって、そういう余裕があっても結構質素倹約をする生活を身についてるから、うんうんでそこで贅沢しないからさ、うん、なんかいろんな多分選択肢とか可能性が広がるもんね、うん、そうだね、うん、俺結局ねそれがやっぱねプロタン見てると最強だなって思ってる。へえ。そう確かにまあ周りから言われるもんね、うん、人生楽しそうだなって、うん、だからなんかねこの家に引っ越してなんかこのなんか余裕持ってねこの今のなんか動画のこう撮り方もさこうだらけてもふざけてんじゃん。なんか逆になんかこれがね俺ちょっと羨ましいなって思っちゃういやお前も同じ格好するやんなんだお前らが先に堂々としてやるなんならね自分の家ぐらい普通にやってるいやほんとだそうこのね感じがなんかいいなってちょっと思っちゃう、ねはい、この心の余裕ね。そう心と体の余裕ってやっぱ、うん、やっぱどかしらで作ってねそう落ち着かした方がいいと思う、うん、この男のいいとこって持ってるものとかそういうのでさなんかそこに見栄とかプライドないじゃん、うん、そこで競おうとしないじゃん、うん、だからいいよ、うんうん男ってやっぱどっかでさ、うん、自分やっぱよく見せたいとかさ、ね、いいとこにしたいとか、やっぱ若干はあるじゃん、誰でも、うん、ちょっと大きく確かになんかやっぱあるじゃん。アキトよりがでかくあれって俺は思ってるアキトくんまあ何の話したか忘れたけど俺はねこの家に来て姿を見ていいなって思った正直。よかった、うん、人ってやっぱさ背伸びすればするほど、うん、なんか自分を自分で首絞めてるじゃないけど、うん、まあ確かにね、うん、切羽詰まっちゃってるよね。切羽詰まったりもするじゃん。もちろんそれでね何クソ根性でもってやらなきゃって気分になるのもちろんだけど、うん、切りないじゃんね、うん、ぶっちゃけて言うとやっぱ自分の人生だからね、うん、結局やっぱ自分のなんかこういうさ考えとか世界持った上でちゃんとね仕事頑張って稼ぎに行く、うんうん、
っていう方がやっぱ強いよね、うん、って俺はすごい感じました、あなたを見てて。それはなんか良かったわ、うん、ってことでフェラーリ言うか、言った方がいい、タクシーの方がいい。だってお前ジュニーとかしか乗ってねえもんお前どんな贅沢なジュニーだ一回いくらのどこで見栄を出してんのそれ一回いくらのジムだよ。いやほんとだからやっぱこういうなんかな感じに最終形態としてさなるのやっぱいいよね。うん、閉めてくれ。ふぃーん、俺は足も肉らへんでした。ビクトリーピン。はい、ということで今日はプロタンの新曲の歌でしたね。久々に昔話ちょっと、ね、花が咲いて、いろいろ話してしまいましたけど、結論ね、いいですか。いや間違いないね。うん、それが声を大にして言いたい。ということで皆さんこれからもね、動画プロタンの動画、僕の動画も、ね、ぜひ見てください。じゃあまたね、バイ、またねー堀口さん。